瞳を閉じて君を。どうも、今回はこのね、瞳っていうホラーゲームをね、俺と一緒にやっていきましょうよ。早速いくか。始めろ。角膜移植の手術を終えてから僕の視界には妙なものが映り込むようになった。なんかフォントがもう怖いもんね。なんかこういうペンあるよね、マジックじゃないけど。え？え？これ映り込んでんの？これ毎日映り込んでんの？俺挨拶しちゃいそうになったんだけど。それが何かを知るために、僕は提供者が生前住んでいたという山荘を訪れた。さっきの背景は誰だ？何これ？シンゴにはこう見えてるってこと？瞳はこの世におりませんと書いてある。あ、こうやって、なるほどね。で、矢印でこれカーソルみたいのを合わせると、窓は目張りされている。あ、調べたら×になっていくんだね。ほら、日記がある。読みますか？読むっきゃないない、読みましょう。勝手に読んで怒られろ。5月9日、瞳が亡くなった。重いな。いきなり重いな、出だしから。右目を、なんだこれ、えぐり出し、身を投げたそうだ。右目をえぐり出して身を投げた。で、思い返せば、左目の手術をしてから様子がおかしくなった。私と妻は、チリジリになった瞳を抱きしめた。は？弾け飛んだってこと？5月14日、未だに現実を受け入れられない。妻もとうとうおかしくなったようだ。まるで瞳がそこにいるかのように、一人で会話を始めたのだ。5月17日、私たちは見えない瞳を可愛がることにした。だが、時々それが虚像であることを思い出し、妻は発狂する。このままではいけない。私は瞳を作ることにした。5月25日、幸い私は日本人形の職人だ。すぐに瞳を作り上げられた。ただ、妻は、これは瞳じゃない、と、その首をもいでしまった。また新しい瞳を作らなければ。ねえ、もうこれもう違うじゃん。これ色紙とかでやるやつじゃん。これ小学校とかでこうやって左手右手でこうやって赤と緑じゃねえな、青かベターンって、力士がやるやつじゃん。日記じゃねえだろ、もはやあれ。瞳はこの世におりません。最後の最後に妻が正気を取り戻して壁に書き残した言葉だ。妻はもういない。瞳の後を追ってしまった。最後に見た妻は、あの日本人形のように。私が瞳を作れなかったせいだ。私のせいだ。7月15日、西洋人形を学んでいる。この精巧さならばきっと、瞳は完成する。妻も帰ってくれる。これ、ねえ、夫の方もちょっと来てるのかもしんないな。何年が経っただろう。ようやく瞳が完成した。誰もが目を奪われるほどの美しさだ。瞳は生きている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 。日記はここで途絶えていると。ん？最後のページに何かが挟まっている。5月4日、指をちぎられてしまいました。じゃこりゃ、最後の最後に何これ、赤い文字でダイイングメッセージ、これ、ん、写真かこれ。写真が飾ってある。
男の人と女の子が並んでいる。なるほど。これはラジオか？ラジカセだ。スイッチを押しますか？隙間スイッチがなんか踊り出すんじゃない？砂嵐みたいな音だな。これはバツつかないんだ。特には調べられるとこないと。右か。お、なんか、背景になんかいるけど、これ。これは？これは何これ？これ？瞳って。これですか、瞳。なんか口の中に五円玉みたいに入ってない、これ。大丈夫かな？あ、よく見たら右目。右目にもね、いや、奥。よく見たら奥にもいた。これ何こいつ？しつこくない？これ。白。バッグが白でもわかるんだけど。ドラえもんの足みたいな、あるけど、ここにさ。どうやって戻るのこれ。あ、これ調べんのかこれ。頭がぐらついている。首もげたらどうすんだよ。これは？目玉！戻してやれよ。もう片方どこ？着物は真っ赤に染まっている。血じゃねえか。頭はこれ。お前は。こいつは調べてねえんだよ。なんかわかんないけど。あれ？うわっ！いやー、俺も左目あるじゃねえかよ。嘘つきじゃん。嘘つき。頭が、どうすんのこれ。こちらを睨んでるような気がする。お前が首ちぎったからじゃ。針だ。針を抜きますか？これ以上いじるな。裁縫道具の一部だったのこれ。なんか針刺すやつあったよね。いった！針が指に突き刺さってしまった。下手くそ。なんで刺さるんじゃ。先っぽに指ピュッてやるからでしょ。針を手に入れたらいらん。さて、もう見るところはないかな。ちょっと焦ったわ。戻れなくて。椅子だ。ずいぶんぐらついている。100均で新しいの買えよ。なんだこれ。あら、これがあの家族か。パペットマペットみたいな感じかな。みたいな。何の曲今の。あ、この子が瞳っていう人？隣の指人形が引っかかっている。指人形か。指人形だ。父親だろうか。手に取りますか？手に取る？指だ！いや、ここにもいるし、よく見たら。誰？はぁ！何指これ？左の薬指かこれ。指人形だ。母親だろうか。また指あんのかこれ。もういいよ。人差し指ですか今度は。また指だ。娘だろうか。手に取りますか。中指じゃん。髪の毛なんか、ついに黙り出しちゃった。親指と小指だけだよ、あと。調べんのこれ指。指調べんのこれ。あれ？もう調べれなくなったんだけど。髪の毛？うわ！髪の毛が指に絡みついてしまった。髪の毛を手に入れた。いらねえって！なんだこれ、証拠？警察のなんか鑑定のする人？あーアルバンデーアーEverybody, darling, oh! みたいな感じで、なんでも鑑定団でも出すのか、これ。さて、もう見るところはないかな。急に冷静になるの怖いな。これはドアか？なんの人形だ、これ。これは何なんだ？くぐつ？人の形をしている。扉についているので、ドアノブだろうか。変わってんだ、これ。逆にこれ開けづらくないか、これ。どこ掴めばいいのか分かんなくない？さっきの髪の毛と針を使えば、縫い合わせられそうだ。髪の毛で縫うの？ちぎれそうだけどね。
いやー、器用だな。よくできたな、それ。家庭科3か4ぐらいあるでしょ。よし。綺麗に繋がった、綺麗の木がカタカナって。あとは？戻るか。もう一度スイッチを押してみますか。何か変わるのか。何？誰かが支えてきたぞ。世界一短い ASMR みたいな。さて、この部屋にもう調べきったな。さっき行けるようになった隣の部屋に移るかな。ひん！あれは！なんか、これが西洋人形って言ってたやつか。確かに一番仕上がりが良さそう。赤いワンピースに身を包んでいる。カチューシャしちゃってる。うわ！これは日記にあったあの、確かに不思議な魅力を感じる。本当に生きているかのようだ。ちょっと失礼しますね。唇はうっすらしたピンク色で引き寄せられそうだ。え、お前やめろよ。急にチューとかすんね。意味わかんねえ。もう主人公が怖くなってきた。お前、急に人形に何接吻しようとしてんだよ。鼻は、スーッと通っている。呼吸さえしだしそうな雰囲気だ。お目目もいいですか？目玉がない。どこかに落ちていたりしないだろうか？目玉をお前が探すのか？入れてあげるんですか？あと調べるものは、あ、なんか手になんか持ってない。あ、黒いの。目玉ちゃん！マイクワゾスキーに見えたもん。なんか目玉一個だし。ちょっと調べてみるね。眼球があるわ。目玉だ。手に取りますか？取らねえだろ、普通。え？これ指さ。この子の指？さっきの指人形のやつ。なんでこの子の指でやったんだろう。目玉を手に取った。手に取ったってことはここに写すのか。さっき左目についてたからここに入れるのか。あの目玉はどっちの目玉とかあんのかな。間違えたらなんか、俺がなんか弾け飛ぶみたいな、そういうのゲームオーバーとかないよね。怖い、急に。手に取った目玉がちょうど収まりそうだ。目玉を入れますか？目玉、ちょっと待って。目玉を入れるとより一層人間らしさを見える。こう見ると、両目の入ったところを見たくなるな。本当だ。なかなか綺麗なお目目ですね、あなたね。え、でも目一個しかない、なくない？ない。どうしてもこの右目に合う目玉が見つからない。この人形を完成したところを見たい。この人形を完成させたい。この人形の一番美しい姿を見たい。なんか、取り憑かれてない？この人。だけど、この人形に合う右目は、は？お前、自分の？もしかしてこれ。いや、あるじゃないか。ここに？お前の目はなんか汚そうだからやめとこ。あ、あ、うわ、うわ。そんな細かくいいよ。いや、怖いな。いや、怖っ。オッドアイじゃん。オッドアイだよね。なんか右目と左目の色が違う。やっと、完成した。やっと見ることができた。本当に、本当に綺麗な人形だ。本当になんか動き出しそう。生きてるって感じするね。薄れゆく意識の中で、不思議と漂う、浮遊感の中で、視界に映るのは、美しき人形のみ。そして僕は、手記の一文を思い出していた。そうか、そういうことだったんだな。
誰もが目を奪われるような美しい。いやー、うまくないんだよ。そこまでしてうまいこと言おうとしたの？何？看護師、ねえ、この間左目の手術をした患者さん、右目を自分の手で取り出して窓から飛び降りたんだっけ？そう、なんかずっと様子がおかしかったんだって。病室をずっと探るように歩いてたらしいよ。まるで何かが見えていたみたいに。うん、ねえ、ちょっと返事してよ。ちゃんと聞いてるの？ああ、ごめん。目がかゆかっただけ。で、何の話だっけ？だから。これってなんか、連鎖するのかな？え？なんか誰かいたんだけど。いや、最後なんて書いてあったんだ！見逃しちゃいました。見逃したわね！カーボーイ！どこで何が起きるのか。